池田隆一は日本の政治家。小樽市議会議員を一期、衆議院議員を一期務めた後、北海道議会議員三期、北海道小樽市に生まれる。北海道小樽応用高等学校、北海道教育大学札幌校を卒業後、小中学校で教師を24年間務めた。 1991年の統一地方選挙で、小樽市議会議員選挙に立候補して当選。1993年に、小林常と衆議院議員の引退に伴い日本社会党公認で第40回衆議院議員総選挙に、北海道教職員組合組織内候補として、北海道第一区から立候補し、当時北海道知事だった横道隆弘からも、 全面的な支援を受けて初当選。日本民主教育政治連盟に所属。1996年、社民党を離党して、旧民主党決闘に参加し、第41回衆議院議員総選挙において、北海道第4区から立候補したが、自由民主党の佐藤静雄に敗れて落選した。2000年、民主党公認で第42回衆議院議員総選挙において、 再度北海道第4区から立候補したが、再び佐藤に敗れ落選。2003年4月の統一地方選挙、北海道議会議員選挙に民主党公認で小樽市選挙区から立候補し、当選、同年11月の第43回衆議院議員総選挙では4区では、八郎義雄を支援し、八郎は佐藤を破った。2007年2011年の選挙でも、 同義として再選。2015年同義選に出馬せず政界委員会。ありがとうございます。